さあ、ベビーヨーダの絵を描く時間よ。了解。まずは頭を描こう。でも一番大切なのは目だからな。よし。あ、すごい。私も色塗りしていくわよ。ほら、見てる？あれ？もう時間なの？早くひっくり返さないと。お兄ちゃんのはすごいけど、私のも悪くないと思うわ。やっぱりお兄ちゃんの方が上手ね。ベビーヨーダも気に入ったみたいよ。さあ、優勝者のもとへ行きなさい。やった、勝ったぞ。本当に来てくれたんだな。かわいいな。最高だぞ。見て、綺麗なお人形さんでしょ。素敵ね。気に入ってもらえたみたいでよかったわ。でもこれはケーキなのよ。ほら、レインボーになってるの。さあ、絵を描き始めなさい。シルエットはできたわ。今度は何を描こうかな。よし、僕の方が早いね。あと少しで色塗りが終わるんだ。え、ピンク？いいよ。助かった。さあ、時間よ。早くひっくり返しなさい。こそこそしてないで出来上がったものを見せるのよ。ちょっと、そんなのプリンセスじゃないでしょう。ダメよ。あら、似てるわね。よく頑張った。優勝おめでとう。やった。この大きなケーキが私のものなのよ。ダメ。あっそう。いいこと考えた。ねえ、呼ばれてるよ。騙されたな。おいしいな。本当に最高だ。ちょっと、何してるの？そんなことならケーキを詰まらせなさい。やってくれたわね。もう我慢の限界よ。人生とお別れしなさい。えい。おいしい？楽しかったわね。何ふざけてるの？早くこっちを見なさい。大きくておいしい熊組よ。あら、時計は？あったわ。はじめ。早く始めないと。いい感じだと思う。あとは赤で塗りつぶすだけ。え、手伝いたいの？いいよ。じゃあ私も。あら、うまくできたわね。よく頑張ったわ。時間が終わりそうだからひっくり返そう。1、2、3。はあ、素敵。何ができたのかしら。なんだか弱そうね。あら、そっちは強そうなクマさんね。優勝おめでとう。やった、ありがとう。食べてみたい？一緒に噛もうよ。わあ、美味しいな。もっともっと食べたい。なりとも、起きなさい。次の景品よ。ふわふわしてるでしょ。気に入ったなら早く描きなさい。はじめ。最高なウサギを描いてやるからな。正しい色を選ばないと。私だって負けないからね。大切なのはアウトラインからはみ出ないこと。その中だったら別に混ぜてもいいのよ。なに？時間なの？わかったわ。じゃあひっくり返すわよ。あー、面白いね。私のは可愛くできたわ。勝つのはどっちかな。あら、恐ろしいわね。でもそっちは可愛くて本物みたいよ。よく頑張ったわね。ウサギをあげるわ。撫でてもいいよ。あら、私の毛糸を盗んだのは誰かしら。今度の景品は空飛ぶユニコーンよ。さあ、始めなさい。そんなのたったの5秒で書いてあるさ。ほらね、あとは色を塗るだけだ。お、黄色を使うの？いいね。
角と髪の毛に使おうっと。そして今度はピンク、いくぞ。完璧だ。気持ちいいわね。あら、時間よ。何ができたの？もうひっくり返してるのね。我慢できないから早く見せてちょうだい。あら、恐ろしいわね。その子は可愛いわ。ユニコーンだってすぐに分かったわ。これは優勝者即決よ。さあ、飛んでいきなさい。こっちに飛んでくる。やった、キャッチしないと。イエーイ、かわいいわね。この鳥さんを見て。お友達になりたいなら早く始めなさい。準備ならできてるよ。ええ、キジ。アングリーバードみたいになったぞ。誰よりも最高な絵を描いてやるから見てて。アウトラインはできた。眉毛と目が描けたら塗り始めようか。くちばしは黄色、目は白、残りは赤だ。簡単だな。そろそろ時間も終わるみたいだし、ひっくり返そうか。自分のがあるよ。おお、僕の方が上手にできたな。そんなに落ち込むなよ。あら、時間じゃないの。出来上がったものを見せてちょうだい。ちょっと、お題に似てないわよ。あら、よくできてるじゃない。名前の通り、怒ってる鳥ね。さあ、もらって。やった、見て、可愛いパンダでしょ。中にはお菓子が入ってるのよ。さあ、始めて。じゃあ、見てろよ。パンダを描くときに大切なのは顔のパーツさ。今度は白で塗りつぶしていこう。パンダは白黒でよかったな。そろそろ時間よ。終わり。ちょっと、何ふざけてるの。早くひっくり返しなさい。早く早く。何ができたの。何も見えないわ。あら、怖い顔ね。私のパンダちゃんに似てないじゃないの。あら、そっちは似てるわね。よく頑張ったのが伝わるから景品ももらいなさい。やった、見て、お菓子がたくさんある。リュックだってすごくかわいいわ。どう、気に入った？待ちなさい。そんなにお菓子を持ってどこに行くつもりなの。お菓子は持ち込み禁止よ。絶対に渡さないさ。あら、私が大好きな妊婦さん。あ、いいこと考えた。絶対にお菓子を持ち込んでやるぞ。あれ、誰が寝てるんだ。じゃ、変身するから見てな。長い髪の毛とメイクと女の子の洋服でバッチリだ。すごくかわいいでしょ。ワンピースの下にリュックを隠したら準備バッチリさ。じゃあ行ってみるぞ。洋服を貸してくれてありがとうね。お医者さんが待ってるわよ。きっといいお母さんになるわね。あら、お腹を触っていい？ダメ、もうすぐ生まれちゃうの。あー、よかった。お医者さんはどこ？何かの間違いじゃない？イメチェンしたんだけど、どう？ビービー、僕だよ。はじめは看護師さんに通してもらえなかったんだけど、僕は頭がいいからお菓子を持ち込むことができたんだ。はい、私もいい？ちょっとだけ。もちろん、分けてあげるよ。ウィングスは好きかな？ビービー、チップス食べる？早く退院できるようにたっぷり食べな。はい、待ちなさい。それは何？コーラ？募集するわよ。大変、誰かしら？重症みたいね。 TikTok を見すぎたんだよ。早く手術をしないと。
まだ若いのにそんなことになっちゃって。誰それ？私のブライアン？どうしちゃったの？ブライアン、お菓子を持ってきてくれるんじゃなかったの？大変。騙された？僕は生きてるよ。さっきのは冗談。おかげさまでお菓子を持ってくることができたんだよね。みんなで一緒に食べよう。ジェーンも。はい。世界一最高な彼氏よ。みんなも協力してくれてありがとう。チュッパチャップス最高。全部フィービーのためさ。全部全部食べていいよ。よし、自撮りしよう。わあ、よし、似合ってるね。これで問題なく通してもらえるはずさ。静かに、交代の時間だよ。少し休んできたらどうだい？ What? 同僚なんかいたっけ？まあいっか。お茶でも飲んでくるわ。あ、騙されたね。欲しい？いいよ。でもこれから起こることを誰にも話さないでくれよ。じゃあフィービーに持っていこう。おいしい。フィービー、またお菓子を食べてるのかな。お仕置きはもっとたくさんのお菓子を食べることだ。こんなに持ってきたよ。あ、ブライアン。はい。またお菓子を持ってきてくれたのね。やっと大好物を食べることができるわ。ブライアン、看護師、すぐに分かったわよ。ついていきなさい。あ、お菓子が。バイバイ。待って、捕まえてやるわ。顔は覚えたわよ。バイバイ。もう呆れたわ。頭が痛くなってきた。で、今回はどんなお菓子？没収よ。抵抗しても無駄だからね。やあ、ミア、今日はこんなに素敵な日なのに、なんでそんなに落ち込んでるんだい？お昼ご飯だから、何かあったら食堂まで来てね。お、白衣か、使えるね。お医者さんの制服は似合うかな。お、いいね。僕もお医者さんになればよかったな。これでフィービーのためのお菓子が持ち込めるね。じゃ、行くぞ。あ、先生、待って、すごく頭が痛いの。大丈夫だよ。え、薬？わかったよ、すぐにあげるから。チョコレートしかないんだけど、どうしよう。 M&M's とかどうかな。薬に似てる？意外にバレない可能性だってあるよね。ありがとう。え、M&M's みたい。見てみないと。ちょっと待って、お菓子じゃないの。その中を見せなさい。逃げたわね。条件は覚えてるよ。ミア、患者さんだ。インスリンショックになっちゃったんだよね。何これ、お菓子だよね。ちょっと待って、ほらやっぱりお菓子じゃないの。本当はお年寄りじゃないんでしょ。ほらね、早く逃げないと。どんなニュースがあるかな。あれ、誰これ、まさか大金持ちの石油王？いや、可愛い子ちゃん、新しい妻を探してるんだよね。ドバイ？トルコ？どこでもいいから早く行きたい。うまくいったぞ。気づかれないうちに通らないとな。いや、可愛い子ちゃんたち、新しい妻を探しに来たんだ。え、何してるの？面白いわね。こんなところで妻が見つかるわけないわよ。僕はブライアンだよ。またまたお菓子をたくさん持ってきたから早く食べな。最高な彼氏ね。どれも私が好きなものよ。ジェーン、何してるの？でも似合ってるわよ。面白い。どんどん食べましょう。フィービーが大好きなポテチを持ち込まないとだな。ちょうどいいことだって考えたぞ。パッケージを袖に入れて、本物の手の振りをすればいいんだ。そして偽の手、バレないといいな。じゃあ骨が折れた振りをするぞ。
痛いよ。骨が折れた。ほら見て、何も感じない。早くお医者さんに見てもらって。すごいリアクションだな。初めからこうすればよかった。僕の手が何も感じないよ。ビービーにお菓子を持ってくるために骨を折ったんだ。見て。あ、何してるんだここで。辛いよ。いや嘘だ。手が。お菓子のために手を外したんだ。うまくいったな。ビービー見てよ、大好きなチップスだよ。ほら出てきな。手が折れたふりをして持ち込んだんだ。看護師さんなんか気絶しちゃったんだよ。ほら食べな。ジェーンの分も残ってるね。キャッチして。あれなかなか入らないね。わかった、ちゃんと入れてあげる。本当に頼りになるわ。お兄さん、お菓子を機内に持ち込んじゃダメでしょう。ちょっと落ち着いて。え、お菓子没収されちゃうの？そんなの嫌。あ、いいこと考えた。警備員さんに変装すれば問題なくセキュリティを通過して、お菓子と一緒に飛行機に乗ることができるわね。はい、強そうなのね。どこに行くんだい？やあ、まだここにいるのかい？時間見てる？昼休みの時間だろう。変わっとくよ。かわいこちゃん、パスポートを見せて。こっちは OK だけど、熊組は持ち込み禁止。良いフライト。あ、それももらうよ。やった、このお菓子は全部僕がもらうぞ。お菓子をたくさん食べながら休暇に出発するなんて素晴らしい日だな。みんなお菓子を食べましょう。チップスだ。あ、戻ってきたの？息をしなければバレないかな。怖いよ。なんだい相棒、グミぐらいは残してくれてもいいでしょ。もう全部食べただろう。早く出ていけ。モルディブ島へ行くの通してくれる？え、強引ね。ねえ、隠してくれる？お願い。ありがとう。じゃ行きましょう。はい、私のパスポートよ。何も持ってないから。よかった。君は何だい？何語を話すのかな？何もわからないよ。お礼はいらないよ。良いフライト。騙せたわ。いろんな人がいるもんだな。ねえ、チョコレート返してくれる？やった、ありがとう。やっと好きなチョコレートが食べられるわ。ねえ、何してるの？私のだったのに。私ももらっていい？やった、ありがとう。どういたしまして。私もチョコバーが大好きなの。お菓子がないフライトなんて想像できないわ。ごちそうさまでした。お菓子を持ってる人を通すことはできないよ。え、お菓子禁止だって？そんな。あ、そうだ、いいこと考えた。僕はギタリストだから、楽器を生かしてお菓子を隠せばいいんだよ。さあ注目してくれ。早く隠さないと。お菓子を隠して。あの人が気を散らせてる間に私もミュージシャンのふりをするの。お、僕の好きな曲だ。イエーイ、コンサートのチケット待ってるよ。血の中にあるのはなんだ？まったく、お菓子を僕によこしたら通ってもいいよ。無理だって。何してるんだ、そんなに食べちゃダメだろう。体調には気をつけて。え、お菓子禁止だったの？それなら絶対に見られないところに隠すわ。いいこと考えた。ねえ、マジックを見たい？キットカットを胸にしまって、じゃん、瞬間移動よ。ひどいじゃないの。すごいね。じゃ飛行機で会いましょう。通っていいよ。チップスは没収するよ。渡したくないなら飛行機には乗れないからね。パスポートは？よし、今度は？あ、パスポートを落としちゃった。私はおっちょこちょいなんだから。
あ、見たわね。はい、私のパスポートを確認してくれるかしら。許さないわよ。問題ないね。飛行機に乗ってもいいよ。僕がついていこう。ごめん。ごめんなさい。誰の邪魔にもならないかな。あら、もう飛行機？こんな体型だと何にも見えないのよね。お菓子を持ってきたわ。おはよう。パスポートを確認するよ。大丈夫そうだね。あれ？それは枕じゃないよね。え、マシュマロが奪われてる。どうしよう。はい、私のパスポートよ。僕がバカだと思ってるのかな。いいこと考えた。ねえ、マジックを見たい？私は有名なマジシャンなの。この卵を瞬間移動させてあげる。ほら、すごいでしょ。どうやったんだ。これはもらうわね。お菓子はこうやって持ち込まないと。私はどうやって持ち込もうかな。あ、いいこと考えた。まずは農家に変装するわ。そしてチョコエッグにホワイトチョコを塗っていくの。まっすぐ伸ばしたら完璧。これがチョコエッグだって誰にもわからないはずよ。飛行機にたどり着くまでに全部食べちゃわないといいけど。さっきのマジックすごいな。それは僕の卵だ。早く返しなさい。まさか空港で従業員に盗まれるとはな。はい、私の鶏が産んだ卵と一緒に飛行機に乗りたいんだ。どう？大丈夫そう？通ってもいい？農家が二人なんか怪しいな。いや、ビジネストリップでトルコに行くからお菓子は持ってないよ。通ってもいい？ありがとう。はい、私のチケットとパスポートよ。ねえ、落とさないで。はい。お菓子を持ってるのが見えてるぞ。パスポートも忘れないでね。はい、警備員さん、私のパスポートよ。なんでそんなにおしゃれなんだい。プリンセスダイアナ。それはそれは大変申し訳ございませんでした。はい、何にも持たないで飛行機に乗ることはできなかったからお菓子を持ってきたんだ。私の大好きなストロベリーチュッパチャップスよ。あ、落としちゃった。僕が拾うよ。どうぞ。え、汚くなってるんだけど。こんなの食べられない。あ、痛い。でもまだ終わりじゃないのよ。こんなドレスを着てるとお菓子を隠せる場所がたくさんあるの。チョコレートを隠したんだ。みんなも食べていいわよ。いや、パスポートとチケットを見てもいいかな。問題ないけど、お菓子は没収するよ。スキットルズを持ってるだろう。あれ、どこだ。まさか気のせいだったのかな。ごめんね。はい、私たちファンなんだ。今度の試合に応援団がいるんでしょ。私たちも一緒に行っていい。あ、すごい。早くカバンも見せて。お菓子はないかな。うわ、臭いな。早く飛行機に乗って。待って。通ってよし。あ、それはチップスだよね。そんなのダメだよ。はい、早く通ってもいいかな。おばあちゃんは気分が悪いみたいなの。早くビーチで日光浴を浴びさせたいんだ。ありがとう。なませたわね。頭が痛いよ。今度休みを取らないとだな。お、お医者さんだ。薬をちょうだい。どうしよう。これを飲むと何でも治るよ。ありがとう。なんだか変だね。これはスキットレズだ。早く出て行って。お菓子が食べたかっただけなのに。ゾンビさん、待って。まずはお菓子を持ってないかチェックさせてもらうよ。おお、あったな。そこにあるのは何だい。あ、ごめん。通ってもいいよ。
警備員を騙すのは簡単だな。警備員が外した手の中にお菓子がたくさん入ってたんだ。おいしいな。ちょうだい。ごめん、お腹空いてて。いや、お菓子は持ち込み禁止だよ。何も持ってないわ。チェックしてもいいわよ。それは嘘だね。大変だ。こんなものを見せびらかして恥ずかしくないのかい？早く通って。やっぱり私のコスチュームは最高ね。中に入ってるのは気持ち悪いあれだと思われても仕方ないわ。でも本当はチョコレートなの。まんまと騙されたわね。じゃ食べちゃおうっと。ああ、美味しい。どうやって作ったか見て。ネテラを袋に入れて、うんちっぽく絞っていくの。ほら、出来上がり。便器に入れれば完成よ。ちょっと、トイレットペーパーがいるんじゃない？不潔だよ。ありがとう。はい、通ってもいい？お菓子は持ち込み禁止。え、ダメなの？そんな、残念だわ。はい、パーティーに参加したいの。食べ物は持ってきてないからね。ほら、確認して。もちろん。あ、何かあるみたいだね。確認するよ。あ、なんてことしてくれたの？くすぐったい。あ、痛いよ。わざとじゃないの。通ってもいいよ。騙されたわね。私の脳みそはグミだったのに。ちょっと何してるの？脳みそを食べてるの。何よ。ああ、大変だ、助けて。変な人。なんか誰も来ないな。いやー、コスチュームはどうだい？恐ろしいよ。パーティーに通す前にお菓子チェックをさせてもらおう。通ってよし。次。僕はチェックされたけど、風船のことは忘れたみたいだね。あ、ごめんなさい。大丈夫、一緒に楽しもう。スケルトンだ。お菓子は持ってるかな？あるなら出してもらうよ。何もないよ。それは僕が判断する。本当に何もないみたいだね。ようこそ。踊り方の見本も見せてあげよう。何言ってるの？私だって上手に踊れるわよ。でもまずは私のコスチュームに貼ってあるマシュマロが食べたいな。この間ひらめいたアイデアなのよね。マシュマロを爪楊枝に刺したら骨みたいになるでしょ。思った通りだったわ。マシュマロ食べたい人、食べていいわよ。見てろよ。えい。あ、ごめんごめん、気づかなかったよ。お菓子は持ってない？私の牙はどう？全然怖くないね。それグミ？甘い匂いがするよ。このままじゃパーティーに参加することはできないね。はい、パーティーに来たの。まずはお菓子チェックだよ。なんですって？お菓子なんかないわよ。本物に似てるね。ちょっと触ってもいいかな？頑丈だな。抜き取ることも切ることもできないよ。やめて、さもないと噛むわよ。そうか。私の歯が気になったみたいだけど、他のところはチェックされなかったわ。マントの中にこんなにたくさんあったのに。お腹いっぱいになれるわね。
美味しいわ。ちょうだい。ダメ。怖くないわよ。マントを開けて、みんなで食べましょう。これで満足？おっと、一番恐ろしいコスチュームだな。それでもお菓子がないか確認させてもらうよ。あ、これは何だい？ちょっと遊んでみてもいいかな。あれ、大丈夫かい？わかったよ、通ってもいいよ。ちょっと待った。ひどいな。でもさっきの警備員さん、結局目玉がグミだったってわからなかったんだな。すっごく美味しいんだよ。食べたい人、僕の目じゃないよ。じゃあいっか。